保守系、韓国最大野党の自由韓国党は6日、スウェーデンのストックホルムで開かれた米朝比較化実務者協議が決裂したことに関して、北朝鮮が核を廃棄して国際社会の平和と安全を脅かさないという意思と履行が担保とならず、協議が決裂したと推測すると明かした。自由韓国党の報道官はこの日のコメントで、 対話も重要だが、対話の目的が一番重要だと語った。また、最も不幸なことは、北朝鮮の核廃棄がなされない状態で、中途半端な合意をすることだとし、時にはノーディールが一番良い回答の時もある。米国もまたこのような姿勢を持って対話をするべきだと強調した。続けて、 文字英院政権が執権3年目になったが、大統領の今までの行動は北朝鮮の核廃棄を促すことができず、むしろ北朝鮮の国際政治的な立場をより優位にさせているとし、今回の協議についても韓国国内では盛んに期待感を高めていたが、結果は手ぶらであった。韓国政府は経済の大転換はもちろん、 大北政策においても大転換をする最後の機会であると語った。